毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長の三浦雄大と申します。これから、雄大チャンネルの、動画の方針について話してみようかなと思います。雄大コープチャンネルの動画の、以下の4つに焦点を挙げてみようかなと考えております。まず1つ目が旅行動画であります。旅行動画といえばどこかに出かけて、例えば、美味しいものを食べたり、その美味しいものをリアルタイムで紹介をし、またこういうなんかおすすめはあ、こういうのがありますよっていうのを、まあ、挙げてみようかなと思っております。またその他に有名な観光名所を紹介してみようかなということもやってみようかなと思っております。あ、そのまず2つ目は、パーティーイベントとかの、動画を上げてみようかなと考えております。パーティーイベント系の、動画なんですけれども、例えば、そのパーティー来ている人 の, そのインタビューを交えながら、まあ、あなたは何をやっていますかとか、こういうことをやってるんですかっていうのを、まあ、インタビュー形式でやってみようかなというのをやっておりますを送りたいと考えております。あとその他にイベント系のその催し、例えば音楽があったとしたら、その音楽の模様も放送で見ようかなと考えております。次その3つ目なのですが、3つ目は鉄道系の動画を上げてみようと考えております。自分三浦雄大は、昔からの趣味で、鉄道が好きであります。その自分のその昔から好きなその鉄道のことをまあ言ってみようかなと思っております。例えば鉄道系の動画で、イベントがあればそのイベントの模様もまあ放送してみようかなというのをまあ考えております。その他、まず最後の4つ目に関しては商品紹介の動画を上げてみようと考えております。具体的にはさまざまな新商品、有名なものをこの自分がさまざまなこういうのがキーポイントであるかっていうのを交えながら紹介してみようかなと考えております。以下の4つの動画に関してこれからも真剣に取り組んでいく所存でございます。これからも雄大コープチャンネルをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録、コメントもどしどしお願いいたします。雄大コープ代表取締役社長の三浦雄大でした。ありがとうございました。